突然ですが、この度、悲しいお知らせがあります。スノアリフが始まってから丸4年。多くのユーザー様に支えられ、ここまで来れました。我々としても、団長の思いです。あ、ブルーメインの臨時の記者会見が始まったようです。それでは臨時の記者会見を行わせていただきます。まずは本日はお忙しい中お集まりいただきまして誠にありがとうございます。シノアリスゲームプロデューサーの前田です。皆さんご承知の通りにソーシャルゲームは年々ユーザー数が減っていくことが通例であり、運営を維持できる規模のユーザー数を割ってしまうとサービス終了ということになってしまいます。それを踏まえて我々が運営していますシノアリスの現状と今後起こりうる重大な事案について発表させていただきます。シナリスリードプランナーのイスミと申します。今後の見通しについて私の方からご説明させていただきます。まずはこちらのグラフをご覧ください。リリース直後やテレビ収入時などで大きな山はあったりしますが、2018年2月と2021年2月では約 9% ユーザー数が減少しております。グラバが誇るアナリティクス部隊の分析によると3年で約 9% の減少の場合、約20年でユーザー数が半分になるとの想定にあり、約40年で4分の1まで減ることにもなります。こうしますと運営を維持することが不可能となります。運営を維持するためには、必要なユーザー数が100年いや50年以内にはほぼ確実になくなるような気がするかもしれないという計算になりかねません。この度シノアリスの経営的寿命が見えてまいりましたので、そのことを改めてご報告させていただきました。もちろん今後とも我々は最善を尽くしてまいります。ですがどんなに長くとも最悪100年以内にはサービス終了を決断せざる得ないという危機的状況だということが分かりました。そのことを改めてご報告させていただきました。今後ともどうかシノアリスをよろしくお願いします。この度は誠に申し訳ございませんでした。申し訳ございませんでした。なんと衝撃の事実です。いやいや、ただの茶番ですよね。細かいことは気にしなくていいのです。茶番ですよね。黙るのです。ソシャゲは必ず死ぬものです。そこで、もうすぐ迎える4周年では、生前葬という形で先にお葬式をしちゃいます。多数間近だとお金もなくて大規模にできないので、今のうちに、パーッとやっちゃおう、という算段です。我々も生前葬を盛り上げるために、人から出るのです。4と言えば死ぬ。死と言えば、やるのです。行くです。我々は行くだけだよ。行かせるのです。